じゃあちょっと最後にですね、はい、もうジャンルとか関係なくていいんですけれども、はい、佐藤さんが一番何ですかね、衝撃的だった、これも実体験でも都市伝説でも何でもいいんですけれども、 あんまりちょっとテレビじゃ言えないぞっていう話ができれば、あんまり過激なとこピーするので。体験でもいいんだよね。体験でも、はい、うん、なんだったら俺佐藤さんの怖かった実体験が一番聞きたいですもん。いやそれはちょっと本当にな。じゃあこれはあのじゃあ言いますね、はい、その本当にあのここだけのここだけの話ですですけど、はい、僕そのとあるバイト先があって、でそこでバイトしてた時に、あのそこはその言ったら、更生施設って言われてた、あの言ったら社員さんもみんなちょっと元そういう怖い人たち、その暴走族上がりとか、チーム上がりとかギャング上がりとか、まあ、不良だったとかそういう人たちが多くて、もちろん真面目にずっと働いてる方もいる、はい、でそこに集まるのがやっぱり、暴走族のヘッドとか元カラーギャングとかで、親がもうバイトどこ行ってもダメで、ちょっとうちに、はい、こちらで預かっていただけませんかって言って、まあ言ったら厳しいけどいいお兄さんたちだから、そうやってどん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 みんな改心していくっていうので、はいはい、まあいい本当に、まあ、そこで俺そこでバイトしてたんですよ。あの佐藤さんは今はすごい優しい人ですけれども、もともとはですね信じられないぐらい怖いです。じゃあ本当に普通の人間です。あの若手芸人はみんな無限大ホールっていう劇場でお笑いをやるんですけれども、無限大でポリスって呼ばれてた方だったんで僕は食らってないんですけどね、もうちょっと芸歴差がありすぎて。はちみつ二郎さんにもあのマッドマックスみたいなスーツ着ていけって言われました。まあそれ一応正義は僕の中であったんですけどね、はい、その時はね、まあ、そんな佐藤さんが若い時に入っていたバイト、はい、でまあ言ったら僕もやっぱそういう人たちとつるむようになって、はい、なんとなくそういう空気というかそういうことその人たちで遊ぶようになってきたんですけど、ある日、その先輩が、金に困ってて、はい、うん、で絶対に俺に金借りることなんかなかったのに、はい、ちょっと金貸してくんないって電話かかってきて、うん、そう、あいいっすよっつって。あんま先輩が後輩に言わないですよね。そうそう、でしかもそのバイトが日給めっちゃ良かったのよ、はい、金に困るってなんだろうって、けど最近確かに金に困ってる雰囲気出てたなっていうのはあったんですよ、うん、はい、で、分かりましたっつって、で地元の公園に集まって、はい、でえ本当に5000円でいいんですかみたいな、あ全然5000円でいいよって、分かりました全然貸します。でこの後なんか時間あります、飯行きませんって言ったら、いやこの後ちょっと会わなきゃいけない人いるからちょっとあの帰った方がいいよみたいな、あいやじゃあその人って何かあったらその後行きましょう、いやあのその人は本当に会わない方がいいから帰った方がいいって、で俺帰ったの、あなんかめっちゃ言うから、で、まあ、その人はもともと本当にちょっとカラーギャングやられてた方で、はいはい、けどすっごい優しかったの、はい、でいなくなって、でまあそしたらその何日か後かにそのバイトばっくれたのよ、うん、いなくなっちゃったんですよ、はい、で電話だけその前に入ってたの、もう泣きながらもうすいません働くことできないんですって、怖い、もう怖い、はい、そうそうそう、であのそのままいなくなって、はい、そしたらその何日か後かに特ダネのトップニュースに出てる、でその人はその死体遺棄で、そうで俺金貸してたじゃん、はい、だからその警察署から電話かかってきて、佐藤君ですか、あそうですって、で何々君ご存知ですか、あもちろん知ってますって、で何々君の言ったらザあの言ったらさらに罪があるかもしれないから全部確認するので、俺に脅迫で金貸してた可能性もある、あだからいろんなの全部洗ってんのよ、はい、で、何々君が、お金を借りてると言ってるんで、それは本当脅しじゃないですか、いや僕は本当に普段お世話になっててご飯とかも連れてっていただいてるし、で脅しなんかじゃないです、で一体なんで、うん、そこですね、はい、あのそんな事件にあれされたんですかって、いや実はって言ってそこから説明されるんですけど、その犯人の名前はちょっと伏せたいんですけど、その犯人がいて、その方がそいつが殺人教唆、脅迫とかもとんでもないのやってる犯人がまずいるんですよ、はい、で先輩はそいつに命令されて死体遺棄やってるんです、で捕まってるんです、でその犯人ももちろん捕まってるんですよ、はい、でその先輩はある日親友の電話番号で着信が入るんです、はい、で出るじゃないですか、だからあ何々君、僕何々って言うんだけど何々君と最近連絡取れてないよね、あ知らない番号か、知らない番号が電話かかって、
で何々くんと連絡取れてる。いやそうなんですよ、実は何々くんとあるそのちょっと怖い系のグループに拉致されてるから、うん、僕が間に入って解決してあげるからちょっとお金を作ってくんないか、わかりもう言ったら本当に連絡取れないから、はい、もう言ったら親友だし、わかりましたっつってあのお金を用意するわけです。200万だったかな、で200万用意して、で、それを結果じゃあ集まりましたと。でその時に俺金困ってたんです。はい、で200万用意できました。あじゃあ俺ちょっと取りに行くから待ってて、で それが多分だけどタイミングとしてはそのこの後会う人だったわけ俺。うわ、その異常な罪を重ねた人間が。そうそうそう、でその先輩と、その人が会って200万渡すわけじゃん。そしたらごめんね、君の何々親友の何々を助けるために俺人殺しちゃったんだよ、それ捨てんの手伝ってくんねえかって言われて、もう止まれなくなってんだよその先輩。わかりましたって、その死体を捨てることを手伝うわけで、その後捕まってその警察署でお前が捨てた死体誰か分かってんのか、親友の何々だよ、うわ、要はそいつはその犯人はその人を拉致して殺して携帯で連絡取ってるやつの見つけて連絡して呼んで金を取って、今度はその人を殺す予定だ、その俺の先輩を。でもしかしたら俺に電話かかってきたわ次、その元カラーギャングの先輩が次やられてた可能性がある。それを繰り返してちょっと俺は助けてもらって。怖すぎますねちょっと待って、今までの僕の YouTube で一番怖かったかもしれない。おい使えるか、もうだって脳、うん、に放たれてないですもんね、その人は。一番の主観は無期懲役。そっか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 、うわ変。でその先輩は情状酌量で、1年半か2年ぐらいで出所はされてて、やば。いやちょっと最後の最後にとんでもない話出ましたね佐藤さん別に関わりがあったわけではないですもちろんです、もちろん全然全然、はい、だ全然大丈夫だと思いますけど、うん、ただちょっとでしょ。いややっぱその自分たちで自分たちのこと褒めるみたいになっちゃいますけど、やっぱ三つ花の人たちはすごいですね本当にすごいわ。いやちょっとやっぱ我がお世話になっている先輩ながらちょっとやおったまげますわ。いやいやいや、もうすごい。いやこれね、悔しいのがまだまだあるんですよ実は。ちょっとマジで冗談抜きでまた お願いします。いやけどもう、はい、本当にだってもうちょっとだもん。怖いもん、俺も怖いもん。大丈夫、もう分かんないですよ、ずっとピーかもしれないけどピーピーみたいな状態かもしれないですけど。いや本当にね、そんな男が今、はい、商店街盛り上げる YouTube やってんだからやらせてよ。そうなんですよ、あのいや本当ですよね、あのいや僕ね今商店街っていう YouTube をやられてて、うん、まあ、全国各地の、商店街を盛り上げるという YouTube をやってるんですけれども、僕あの怖い話を佐藤さんから聞きすぎてて、うん、何かしらの罪滅ぼしでやってるんじゃないかと。違いますよ違いますって疑っちゃうくらい。いやいや誰が保護観察処分だよお前ちげえわ何も俺はもうやってないですから善意ですもんね、はい、これは完全に。いや本当にそのもともとあのちっちゃい子供とかおじいちゃんおばあちゃんが触れ合える環境ってのが好きで、はい、それが俺商店街だったんです、はい、それを盛り上げたくて。今そのシャッター商店街とかって言われるのがすごい寂しいじゃないの。まあイオンモールとかなんかジャスコとかいろいろできてきちゃって、はい、うん、本当に商店街って少なくなりましたもんね。けどねやっぱ付き合ってみたら最高なんですよ、人と人の付き合いでやってんだっていう、うんうん、義理と人情なんですよ僕。あのこっち亀のやっぱ両津勘吉目指してるんで。はいはいはい、はい、あまあ、芸人ってああいうの好きですもんね。そうですそうです、みんな俺も大好きですもん、はい、なのでぜひぜひこちら皆さんね、あの正直編集とかもうちのチャンネルより全然凝ってますのでぜひ見てください、よろしくお願いいたします。概要欄にリンク貼ってあります。というわけで佐藤さん今日ありがとうございました。ありがとうございました、めっちゃおもろかったです。いや嬉しい。さよなら。